まあ、具体的には、スライドにあるように被災地率と事業組織評価チーム、従業員平均年齢、それから創業年数といったものを取りました。で、見たい係数なんですけれども、このアルファ1ですね。で、使用したデータなんですが、サンプルはですね、大阪のに、本社所在地のある、上場企業で、2001年から2006年まで継続して上場している企業を選択しています。で、サンプル数なんですけど、332社で、2001年から2006年までなので、総サンプル数は、1992になります。で、データなんですが、大阪労働局からは、実雇用率と事業所数、それから、上場雇用者数、それから雇用障害者数というものを、いただいています。で、残りの変数はですね、会社財務カルテ2008年度版から、各年のですね、負債比率、賃金、それから創業年数といったものを。で、結果をお見せする前にですね、サンプルのですね、従業員規模の分布というものをチェックします。なぜかというとですね、先ほどの制度説明のところで、お分かりになったかと思いますが、納付金制度自体はですね、従業員規模に応じて、障害者雇用を行う金銭的なインセンティブが、アシンメトリックに、要は非対称的に決まっています。したがって、従業員規模300人未満の企業に対してはですね、納付金を納める必要はなくて、雇用調整金や報奨金をいただいているだけだということで、この部分ですね、約80社近くあるんですけれども、この2つには、この部分には、気をつける必要があるということで、推計にはですね、1000人以上と1000人未満というふうに区分して推計しているんですけれども、この部分の変数、1000人未満の、部分で推計する場合には、300人未満の企業というものを、コントロールしています。で、次にですね、産業分布です。この産業分布はですね、東京証券取引所の、産業部分に従って、分布しているものなんですけれども、これもですね、グループに分けます。で、一つは製造業、そしてもう一つは非製造業で、それぞれでグループに分けるんですが、それぞれの、細かい産業のダミー変数というのも、コントロール変数に加えて推定しています。で、これが全体の産業分布なんですが、製造業の方が達成企業が多いと、向かって赤部分が達成企業を表していて、向かって下の黄色い部分が達成していない企業の数を表しているんですけれども、製造業がこっちで、非製造業が右側です。で、製造業の達成企業比率の方が高いということが分かります。で、今度は、1000人以上企業に、限定して、産業分布っていうのを見てみるとですね、大きな差というのは、法定効率を達成している企業が、従業員規模1000人以上の企業では多いなということが分かります。で、以上の確認の後、推計結果に入ります。で、これが推計結果なんですが、この表はですね、どういうふうに見えるかというと、左側のこのマトリックスがですね、1000人以上の企業の、先ほどのアルファ1の係数を、年次2004年から2006年までで、取り出してきたものです。で、左側は1000人未満の企業のアルファ1の係数を、各年次で取り出してきたもので、下のですね、下の段の製造業と非製造業っていうのは、1000人以上の企業を製造業と非製造業に区分したもので、1000人未満の企業を製造業と非製造業に区分したものというふうに、使っています。で、見てみるとですね、実雇用率、障害者を雇用している実雇用率というのを非説明変数に持ってきた場合は、従業員規模1000人以上の企業で、2005年と2006年に上昇する傾向が見られた。で、さらにですね、製造業と非製造業に区分した場合は、製造業でプラスの影響が見られた。したがってですね、罰則措置はある程度、有効だと考えられます。まあ、しかしですね、1000人未満の企業、
限っては、非製造業で、マイナスの影響が見られます。というところがですね、雇用障害者数、これ対数値を取って、非説明やすにしているんですけれども、これはですね、どの、部分に関しても、一様に影響はなかったという、結果を得ています。ただしですね、1000人未満の非製造業ではマイナスの影響は検出されています。ということで、まず企業名の罰則措置が有効かどうかっていうのをですね、実験的アプローチと呼ばれる自動運転リバランスの方法で確認してみたところ、罰則措置は製造大企業に関して有効だと。で、罰則措置とその波及効果は、それ以外の企業には無効だと。で、雇用障害者数の影響は、見られないということが、分かりました。ただですね、なぜ、雇用障害者への影響が見られなかったのかというのを考えてみますと、理由がですね、2つほど考えられて、法定雇用率っていうものは、障害者を雇用しても、健常者を解雇しても、同じく上昇するわけですね。したがって、企業によってですね、そもそも健常者を解雇するような費用が高いような企業か、障害者を雇用する費用が高いような企業かっていうのは、比較勉強と比べて、それぞれ、意思決定を行っているはずですので、そのようなですね、ヘテロジニアス、品質性が、考慮されていないという可能性があるというのが第1点。で第2点目がですね、ここで選んでいるコントロールグループとトリートメントグループの、定義の問題です。つまりですね、2003年の企業名公表時点で法定雇用率を達成していた企業を、コントロールグループとして、達成していない企業をトリートメントグループとしてですね、達成していない企業の純粋な、法定雇用率の増大、実雇用率の増大と雇用障害者数の増大を検証したわけなんですけれども、実は法定雇用率を達成している企業でも同じように、障害者をたくさん雇用していたとしたらですね、そしたら影響は当然検証されないはずですので、その2つの可能性が考えられているのが、こういうだけしかから、示唆されています。で、次なんですけれども、じゃあですね、障害者雇用と企業利潤は関係するかというのを検証しています。で、ちょっとすいません、時間のオーバーしてますので壊しますけれども、手法はですね、マーケットテストといわれる手法を使っています。これはですね、もともと